皆さんこんにちは。今回の動画は取れば徹底調査シリーズの第5弾、掴んで金の箱の景品を落とす台というものを紹介していきたいと思います。で、このタイプの台は最近現れて今は数も結構あるのかなという印象を持ってるんですけども、タイプとしては金色の箱が2つ置かれていて、それをアームで掴んで、落としていくというタイプになります。で、これがですね、何回でどんな感じで取れていくのかというところを調査してみましたので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。はい、でこのタイプ結構見かけるんですけど、なかなか取れなくてですね、どんな感じで取れるのかなというのを調べてみたんですけど、そう、最初の方はまずどうやってですね景品を手前側に持っていくのか見ていきましょう。まあ掴むだけだとですね、これ上で転がって元の位置に戻っちゃうだけなのでなかなか進まないんですよね。で4手目、これもですね、掴んでもなかなか、元の位置に戻っちゃうだけですので、はい、でこの方 A に戻されたんですけど、5手目ですね、なかなか進まないですよね。これどこ狙えばいいんですかね。で景品の手前側を狙ってますけど、はい、まあ、景品の手前側を狙うとこんな感じで前の方にですね落とすことができました。で次ですね、はい、でここはよく見かけるんですよね、このバーの間に挟まっている状態は。でここからどう取っていくのか次にご覧いただきたいと思います。はい、9手目ですね。さあ、どこを狙うか。お、乗りましたね。この乗るのが重要なんですよね、実は。で、乗ったらあとは、景品の奥のところを、もう掴むというよりも、こう、押し出していくようなイメージですよね。で、ここを押し出すと、取れると。いうことなので、まあ、11手で獲得することができましたね。まあ、非常に短手数で取れたんですけど、今のだけ見ると、うまくやれば多分数手で取れるのかなという気がしますね。ちょっともう一個、同じタイプの台でどんな感じで取れているのかもう一回調査してみたいと思います。で、最初はですね、多分こう景品の手前を狙うのがいいのかなと思いますね。この真ん中ら辺とかを掴むとその場で持ち上げてしまって元の位置に戻ってしまうので、あ、でも確かに真ん中ら辺でも回転させるのが重要なんですね。こううまく回転させることで、まあ、サイコロみたいな感じで前に持っていければいいのかなと思います。で前に持ってきたら今度はこの真ん中ですねにあるところにこう寄せていって、で景品をうまくその真ん中とかバーのところに乗せて落としていくというのが、王道のやり方なのかなという気がします。でこの方今 B の方チャレンジされてますけど、はい、まあ、景品の手前側今掴んだのでうまく転がりましたね。やっぱりあの掴むところは景品の手前側がいいんじゃないかなと思います。でここからですね、真ん中ら辺とかバーのところにこの金色の箱を乗せるというところにチャレンジしていきます。で右側にこう運んでいきたいので、ちょっとアームをですね、左アームを使って押し出していくっていうのが重要なんですよね。さあ9手目どうかっていう感じですね。もうだいぶ乗っかりつつあるので、うん、もうバーの方に乗っかってきてますよね。こうなるとだいぶチャンスなのかなという気がします。そう、掴んで、で今乗りましたね。でこっから後ろを狙って掴むというよりはちょっとずつ押していくっていう感じですよね。でこうすることで景品が手前のバーの手前側に来てますので、後ろを狙ってますね。うん、さあ13点目です。13手で取れましたね。はい、ということで、まあ、必ずこううまく取れるわけではないんですけど、この取り方のコツとしてはですね、まずは景品を手前側とかを掴んで回転させて手前側に、まあ、バーの方に持ってくるというところと、そこからはこう真ん中に寄せていくようなイメージで、黄色の箱をバーに乗せて、あとは、
そこから手前に落としていくというやり方が、一番簡単に取れるやり方なのかなと思いますし、うまくいけば数手で取れるような感じですね。で、最後の獲得プレーというところを5つですね、動画としてまとめてみたので、最後どんな感じで取れているのかをここからは確認いただければと思います。やっぱりバーの上にこの箱を乗せることができれば、もうあとは数手で取れるかなという感じのタイプですね。さあ2つ目見てみましょう。これもですね、バーの上に景品乗ってますよね。でこうなればこの箱の多分奥ですよね。そう、景品の奥側を狙って、で手前に落とすというやり方ができるので、まあとはいえですね、これはアームパワーとか、まあ、最近ちょっとメンテナンスとかも入ってなかなかうまく取れないような感じになってきてるのかなっていう気はしてるんですけども、まあ、やり方としてはこのやり方をやることで獲得することができるという感じかなと思います。はい、こんな感じですね。そうだから多分難しいのはこの箱をバーに乗せるというところですよね、まあ、そこが簡単にできればそんな苦労しない台なのかなと思うんですけど、やっぱり掴むところとか位置によってですね、アーム乗らなくて単純に掴んでそのまま落ちちゃうというケースもあるので、まあ、そこは多少運もあるのかなという気はしますけども、まあ、うまくやればこんな感じで取れそうです。はい、で最後ですね、獲得動画の最後になります。まあ、これも完全に、真ん中のところにですね、この緑色のところに、昨日の箱の左側が乗っかってるので、まあ、こんな感じで乗っかればですね、あとは簡単に取れるんですけどね。はい、こんな感じですね。なので、まとめとしては、まあ、探偵数で取ることもできるんですけど、まあ、これはうまくいけばというような感じですね。はい、ということでまとめになります。でうまくいくと多分数手で取れるタイプの台なのかなと思います。で重要なのはですね、箱をバーの上に乗せるというところだと思います。でアームの横移動がポイントになりますので、うまく、アームの横移動を使って、左だったら右の方に、右にいたら左の方に箱を寄せていくのがポイント で、あとバーの上に乗った後は手前に落とすだけなので、でとはいえ最近はちょっと対策もされてきているのかなという感覚はあるので、その点は注意です。全部が全部こんな感じでうまく取れるわけではないんですけども、まあ最終的に取れる形としてはこのタイプが、バーの上に乗っけて手前に落とすというやり方が、一番多いと思いますので、もし、この台チャレンジされる際には、参考にしていただければ嬉しいです。他にもですね、何手で取れるのか、どうやって取れるのかといったところの動画をまとめてアップしていきたいと思いますので、もしよければチャンネル登録と、高評価をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。さようなら。